さん、こんにちは。いつの時代も王道のアイドルグループといえばジャニーズ。昨今では事務所の問題が大きく注目され、厳しい局面を迎えた時期もありましたが、そんな中でも人気は決して変わることはありません。これまでジャニーズからは数多くのグループやメンバーが世に出され、女性ファンを魅了し続けています。しかし様々な理由から活動を休止したメンバーも少なからず存在します。長期間にわたって活動することは決して簡単なことではないですよね。今回は様々な理由から活動を一度休止した、または現在活動休止中のジャニーズメンバーを紹介したいと思います。1人目、目黒蓮。スノーマンの絶対的エース目黒蓮。この報道は最近出たもので、皆さんの記憶にも新しいニュースではないでしょうか。今やテレビに引っ張りだこのスノーマンの中でも、目黒は新メンバーとして同グループに加入し、紆余曲折を経てフジテレビ系ドラマサイレントで一躍大ブレイクしました。2023年には映画月の満ち欠けでの演技が評価され、第46回日本アカデミー賞で優秀助演男優賞と新人俳優賞をダブルで受賞しています。そんな目黒は俳優業だけにとどまらず、2024年にはフェンディ、ジャパンメンズブランドアンバサダーに就任し、俳優、アイドル、モデルと多様な分野において活躍の幅を広げています。そんな目黒は前々からテレビ取材の中で、同グループメンバーのラウールや渡辺から、目黒は圧倒的にメンバーで一番睡眠不足と言われるほど多忙な日々を極めてるそうです。以前出演した番組の中でも、目黒自身が仕事から自宅に戻ってくると、そのまま玄関で朝を迎えることが多々あると語っていました。そんな中、2024年夏クールにおいてフジテレビ系月級ドラマ海の始まりの主演に抜擢されました。父と子の親子愛という難しいテーマを掲げたドラマの撮影中に急に活動を休止しました。原因は過密なスケジュールによる体調不良と発表されています。所属事務所が活動休止を発表した途端 X 旧 Twitter にて、目黒蓮めめ大丈夫、めめ体調不良などがトレンド入りするなど世間の関心が集中しました。週刊誌の報道によると、撮影中目黒は名前を呼ばれてもすぐに反応できなかったり、ぼーっとしてしまうことが多い様子だったとの関係者からの証言があったそうです。夏の暑い中での撮影に加えて、過度なプレッシャーや過密スケジュールにより体が悲鳴を上げてしまったのかもしれませんね。所属事務所のコメントでは、医師の指導により大事をとって療養期間を設けさせていただきました。体調も回復し、徐々に仕事に復帰させていただく予定とコメントを発表したものの、ファンたちからは体を酷使していた目黒へいたわる応援のメッセージと、これをもって脱退しないよね、病気は深刻なものではないよねといった不安な声が上がりました。出演していた月球においても、共演している古川琴音さんと池松壮亮さんをメインにしたドラマの特別編に急遽差し替えるなどの対応が取られました。演じていたドラマの役どころが気持ちの変化を丁寧に描いており、役作りが難しかったことに加え、大竹しのぶさんをはじめとしたキャストがベテラン勢で固められたことにより、座長としての精神的重圧が大きかったのでしょうね。しかし無事1週間程度の休養の末、所属事務所を通じて活動の再開を発表しています。来月からはグループのメイン活動である初の5大ドームツアーも控えております。日々の忙しさは変わることはないかと思いますが、グループ仲がとても良いことで知られているスノーマン、グループ全員での仕事を通じて、目黒にとってあのグループ内のわちゃわちゃがストレス発散の良い機会になるといいですね。これからも元気なメメの姿をメディアで見たいですね。2人目、中丸雄一。2006年にリアルフェイスで華々しくデビューしたカトゥーンのメンバーである中丸雄一。結成当初は6人組グループで、デビュー曲リアルフェイスでデビューし絶大な人気を博していましたが、人気絶頂で赤西仁が脱退したことを皮切りに、自身の不祥事に出た中幸喜
田口淳之介がグループを脱退し、2016年から亀梨、上田と中丸の3人で活動を続けていました。女性から圧倒的に人気のある亀梨とやんちゃな雰囲気で運動神経が良い上田とは異なり、中丸は2人に比べると強い個性がなく、控えめで温厚なキャラクターということもあり、情報番組ではコメンテーターを務め、レギュラー番組も複数抱えていた中丸は国民からの信頼も厚い人柄でした。その後2024年1月に元日本テレビアナウンサー笹崎里奈アナウンサーと同番組へでの共演を経て結婚しました。熱愛報道も結婚前の匂わせと思い一切なかった2人はファンからも祝福され、幸せな結婚生活を送っていると思われていました。しかし結婚報道から半年ほど経った8月に中丸の不倫報道がスクープされたことにより、現在は活動を休止しています。不倫の内容はというと、相手は女子大生、その女子大生とはスクープされる1年ほど前に中丸からのナンパによって出会いました。女性からの話によると、これまで2度ランチに出かけており、スクープされた日もランチの後なぜかホテルには入ったが、部屋の中では男女の関係はなく、中丸に相談に乗ってもらっていただけだそうです。妻の助言のもと自分を顧みて反省をしているという中丸ですが、好感度が高かっただけに世間に与えたマイナスイメージはかなり大きく、活動復帰まではまだしばらく時間がかかるかもしれません。長年レギュラー出演をしている週1では、昨今のジャニーズ事務所の問題や他グループのメンバーに関するコメントをすることも多々あり、騒動が起こるたびにファンが心を痛めていることを誰よりも痛感できていたはずの人が起こしてしまったスキャンダル、真摯に自分と向き合い、近い将来またKAT-TUNで3人揃って活躍するところをまた見たいですね。3人目、 ABCD塚田僚一。2008年に結成された ABCD のメンバーの塚田僚一、2023年3月初旬頃より精神的な不調のため医師から仕事を離れて休養すべきとの忠告を受けたことにより、5月2日をもって芸能活動を休止していました。気持ちの浮き沈みが激しく不安定な精神状態になってしまったことが体調不良の大きな原因の一つだそうですが、具体的な病名は公表されていません。当時五関晃一とダブル主演をする予定だった舞台薬局ノクターンは降板し、同メンバーである戸塚翔太が代役を果たしました。この活動休止を発表する前からメンバーと一緒に出演予定であった生放送番組に塚田だけ出演がなかったり、生放送ラジオを休んでいたことで前々からファンからは心配の声が上がっていたそうです。それゆえに活動休止発表の後、やっぱり体調が悪かったんだ、具合はどんな様子なんだろう、病気などファンは最近の様子に納得した上で体調を心配する多く上がったそうです。同グループは身体能力の高さを売りに活動してきた経緯があり、メンバー全員がバク宙ができるなどアクロバティックな動きに定評があります。中でも今回活動停止を発表した塚田は筋肉自慢のキャラクターで、小学校中学校時代は体操を習っていたとのことで、特技を生かし TBS 系列のサスケにジャニーズのメンバーとして初めて挑戦しています。長年にわたって番組で活躍してきた人物なので、体調不良という文字が浮かばないメンバーだったそうです。しかし幸いにも約4ヶ月後の8月31日より活動の再開を発表しています。同日付のファンクラブ会員向けのメールの中で、心身ともに回復傾向にあるということで、まずはグループでの活動を中心に徐々に仕事を再開するとの旨が明かされたようです。実際に活動再開後すぐに開催されたライブスターライト東京2023への出演も果たしています。活動再開後、番組出演時休養中にジャニーズ同期の亀梨から連絡をもらったと明かしています。 ABCD は現在活動しているグループの中で一番売れていないと世間で言われており、とある番組に出演した際にデメンバーの代わりは
CD 全然売れていない、デビュー組で一番売れていないとぼやいていたこともあるそうです。実際に2010年以降で最も売れていない CD のワースト3位は全て ABCZ が占めています。そのような厳しい環境の中でも誰も脱退することなく支え合って活動を継続していましたが、昨年末にエースの河合の脱退してしまいました。メディアでの発表は昨年の9月末でしたが、おそらくメンバーにはもっと早い段階で河合から脱退の相談があったのではないかと考えられます。長い間一緒に苦楽を共にしてきたメンバーの脱退は衝撃的で、状況を受け止めることが簡単ではなかったはずです。もしかするとこの件によってグループ内のバランスが崩れ、それにより塚田の信用も見えないところで徐々に溜まっていったのかもしれません。活動を再開して約2ヶ月が経過しようとしていますが、これからも元気にグループ活動に邁進していってもらいたいですね。4人目は嵐。大人気国民的アイドルグループ嵐は2024年現在活動を休止しています。1999年に世界中に嵐を巻き起こすという意味から名付けられた嵐は、デビュー以来常に日本のアイドルグループの先頭を走り活躍を続けてきました。2019年の天皇陛下ご即位を祝いする国民祭典の際には国民を代表し嵐として奉祝曲を披露。また2019年新国立競技場ができた際のこけら落としイベントハローアワースタジアムでは会場にいる6万人のファンを魅了しました。嵐はトロッコで競技場を回り、ラブ、フォー、スイート、ハピネス、アッラ、シ、ラグビーイメージソングにもなったブレイブの4曲を熱唱しています。この2つのグループ活動を通して人気アイドルから国民的アイドルグループへと一気に躍進を遂げました。しかし人気がまだまだ絶頂であった2020年12月、21年間にわたるグループ活動を一時休止しました。理由はリーダー大野が多忙な日々を過ごすうちに普通の生活を送ってみたくなったということだそうです。突如活動を休止することを決めたメンバーだったが、2020年12月31日には活動休止前ラストライブとなるフィス・イズ・嵐ライブ2020-12-31配信ライブという形で開催させました。その後グループでの活動は休止したメンバーですが、大野を除く4人は精力的にソロ活動に励んでおりました。そんな中今年に入りやっとグループ活動再開に向けて少しずつ動きが見られています。一つ目は今年の4月には5人揃って株式会社嵐を設立したこと。二つ目はデビュー25周年の記念日となる今年の11月3日よりファンクラブ会員限定のライブ上映会が行われるそうです。ファンにとっては待望のイベントとなりそうですね。ここで嵐再始動の報告がされるかどうか注目が集まっています。活動休止している4年という期間は決して短いものではなかったと思います。5人が再集合しまた素晴らしいステージを見せていただきたいですね。今後も嵐のメンバーから目が離せませんね。いかがでしたか。短期間の活動休止を発表するメンバーがいる一方で、長い期間活動を休止しているメンバーグループもいます。そんな期間をファンはずっと不安な気持ちで待っていることと思います。様々な事情で活動を休止しているメンバーですが、元気な姿をファンの前に見せてくれる日が待ち遠しいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけると嬉しいです。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。